今朝、和歌山県紀の川市にある JA の直売所では、8時半前なんですが、200人以上の方がすでに並んでいるんですね。建物を囲むように続く大行列、一体何を目当てに並んでいるのでしょうか。桃だけ買いに。何時頃出ました、ご自宅は。自宅は4時50分。早い。なぜそんな早く。いや、早く来なあかんから。いつも並んでるんで。毎年来てるんです。何時にお家出たんですか。何時にお家出たんですか。5時半。早い。お目当ては何なんですか。桃一本です。皆さん要件並ばはるからね。皆さんが狙うのは今が旬の桃。午前8時30分開店時間。先頭の方が小走りで前に進んできます。早いです、早いです。皆さん周りのお野菜には目もくれず桃売り場へ直行しています。店内奥の特設の桃売り場へ一目散に駆け出す人たち。開店して 1,2 分しか経っていないんですが、もう桃売り場には大勢の人で賑わっています。我先にと争奪戦が始まります。皆さんもすでにカートの中に 2,3 個、いやもっとですね、10個以上入っている方もいらっしゃいます。ケースを両手いっぱいに抱える人や、買い物カートに何段も箱を積み上げていく人、さながらお正月の福袋セールのようです。すごい買いましたね。12箱 もうちょっと買いたかったんやけど、ちょっと買いすぎですよね。でも他の桃食べれないぐらい美味しいんです。めっちゃ美味しいです。毎年じゃあ来られてるんですか。はい、一人1、8箱ぐらいいけるかな。1回にこの桃の季節は5回は来ます。5回も桃の季節、この店では平日でもおよそ3000組が訪れ、1日に4000から5000ケースが売れるといいます。これだけ盛り上がっているのっていつ頃から。コロナ明けてから特に、外出皆さんできるようになったというところで、コロナ前も、にぎわってはあったんですけれども、特別明けてからが特に人気なのは、地元紀の川市の桃山町地域で作られているブランド品、荒川の桃で、ブランドとしてもやはり荒川の桃、これはもう本当に日本に誇れるブランドですし、桃もやっぱ特別人気の商品になってますので。紀の川市桃山町地域で桃の栽培が始まったのは、荒川村と呼ばれていた1782年。砂や小石を含んだ水はけの良い地質と温暖な気候が桃栽培に適していて、一大産地となりました。実の色や形など見た目が良く、糖度や味が安定していて、昔の地名から荒川の桃と呼ばれ親しまれてきました。1994年には桃のブランド化を目指し商標登録。一昨年からは地域の直売所をまとめたマップを発行するなど、地域を挙げて荒川の桃を盛り上げています。多くの桃農家が並ぶ桃山町地域に行ってみると、この場所は桃の直売所が並ぶ道なんですけれども、ご覧ください、荒川の桃の販売所では多くのお客さんでにぎわっています。桃を販売する直売所が並び、どの店も桃を買い求める人たちでにぎわっていました。ほぼ毎週来てる。だって美味しいから。桃買いにですか。はい。買っても買ってもすぐなくなっちゃう。すぐですね。こちらは今月限定で営業する直売所、荒川の桃を1個丸々贅沢に使ったかき氷が人気です。溶けました。ジュースみたいにジューシー、上品な甘さですね。
今のこの時期の、はい、桃はとろけるような甘さで、今年はちょっとなかなかね大きくならないっていうのが現状ですけども、うん、甘さは、はい、もう比較的に今年も甘く。